皆さん、こんにちは。莟玉という珍しい芸名で活動している歌舞伎俳優の中村莟玉さん。去る2021年10月15日に日本テレビで放送されているマツコ会議に出演しました。今回は中村莟玉さんにスポットライトを当ててみたいと思います。養子入りした父であり師匠、養父と実の両親について調べてみました。また一般家庭から歌舞伎界に入った中村莟玉さんが歌舞伎俳優になったきっかけや経緯、本名も調べていきたいと思います。中村莟玉さんはどのような歌舞伎俳優なのでしょうか。歌舞伎役者の中村莟玉さんは現代の若者という感じのお顔立ちしています。歌舞伎俳優さんの顔というと切れ長の目で全体的にシャープな顔立ちのイメージがありますが、中村莟玉さんは全体的に角がなくて丸い雰囲気がします。太っているとかそういうのではなく、現代風のお顔立ちという感じがします。それが由来というわけではないのですが、中村莟玉を襲名するまでは中村梅丸だったことから、愛称がマルルやマルちゃんという名で呼ばれていたそうです。そんな柔らかい雰囲気のある中村莟玉さんはお山としてお役を務めています。顔を作った中村莟玉さんは男性の気配が消えて美人さんです。中村莟玉さんはお山以外にも立ち役という青年男子の役も演じます。歌舞伎俳優の身分制度は時代によって変遷してきましたが、現在は名題と名題下に大別されています。名題俳優になるにはまず日本俳優協会の名題資格審査、名題試験に合格して名題適任賞を取得した上で、諸先輩やご贔屓、興行主など関係方面の賛同を得て名題昇進披露を行う必要があります。名題役者という呼称は江戸時代に芝居小屋の正面に掲げられた名題看板、狂言の題名を記した看板の上部に主要な役者の芸名と門を載せたところから来たと言われています。名題に昇進していない俳優を名題下と言います。名題下俳優の中には名題適任賞を取得していながらあえて名題に昇進しない人もいます。それは名題と名題下の区別が単なる身分の上下ということでなく、専門とする仕事が違うという面もあるからです。名題下俳優の重要な仕事に立ち回りがあります。立ち回りは原則として名題下俳優の受け持ちです。歌舞伎ファンなら華やかな立て回りの場面で見事にトンボを変える名題下俳優の妙技に感心したことがあるでしょう。歌舞伎の立ち回りはその高知な技術と立ち回りの手演出の華麗な美しさ、型の多様さなどで他の芸能では見られない魅力を持っています。盾をつける専門職を盾師と言います。戦後に活躍した名立氏の坂東や江之助は国から重要無形文化財保持者に選定されています。その他馬の足なども名題下俳優が務めます。名題下の中には幹部俳優さえ一目置く腕に覚えのある名人がいることも珍しくありません。そんな中、中村莟玉さんは2017年に名題役者になるための審査、名題試験に合格し名題役者となりました。2017年に名題役者となった後、2019年に中村梅丸から初代中村莟玉となり、師である中村梅玉さんに養子入りしました。中村莟玉さんの屋号は高砂屋となりました。歌舞伎の屋号で昔から長く続く屋号で最も格付け高いのは市川團十郎家の成田屋です。その他有名な屋号を挙げてみましょう。音羽屋、尾上菊五郎家、高麗屋、松本幸四郎家、中村屋、中村勘三郎家、成駒屋、中村歌右衛門家などがあります。中村莟玉さんの養父中村梅玉さんは成駒屋の6代目中村歌右衛門さんの養子ですが、1992年に高砂屋3代目中村梅玉の名前を残す名跡継承ため4代目中村梅玉を継承しました。2019年に部屋子だった中村莟玉さんを養子へ迎え入れました。こうして中村莟玉さんは高砂屋、
初代中村莟玉を名乗ることになりました。中村莟玉さんは子供の頃から歌舞伎の子役として活動しており、子役の頃から周囲の評価も高かったようで、優等生だったそうです。ここで中村莟玉さんの本名や年齢などのプロフィール情報を見てみたいと思います。中村莟玉さんは本名を森正太熊と言い、1996年9月12日生まれ、東京都の出身です。2023年時点で27歳の年となります。現在26歳の中村莟玉さんは、2019年23歳の時に歌舞伎界の新たな後継者として見込まれ、初代中村莟玉という大任を任されたすごい若者なのです。ではなぜ中村莟玉さんは歌舞伎俳優を目指したのでしょうか。子役時代から歌舞伎界で役者としての道を歩んでいた中村莟玉さん、一般家庭の出身で初代の名前を与えられたというのはすごいことなのです。そもそも中村莟玉さんはなぜ歌舞伎役者になろうと思ったのでしょうか。それは実の母親の影響だったようです。中村莟玉さんの実の母親が歌舞伎好きで、物心つく頃から歌舞伎の舞台やテレビ放送を見ていたのだといいます。幼い頃から歌舞伎に夢中だった中村莟玉さん、劇場中継があればテレビに食いつき、雪が降れば傘を持って外でスケロクごっこをし、おもちゃ箱の中になぜか子供用の足袋が入っていたという歌舞伎の大ファンでした。歌舞伎に夢中になった中村莟玉少年は、劇場のロビーでも歌舞伎役者の真似をしていたようです。その様子をたまたま日本舞踊家の花柳福裕さんという方の目に留まり、踊りの稽古に来てみないかと声をかけてもらい、踊りを習うようになったのだそうです。そして踊りのお師匠さんが歌舞伎座の支配人と話す機会があった時に、中村莟玉さんのことを話したことで、中村梅玉さんの下で見習いとして歌舞伎界に入門することになったのだそうです。好きが転じて次々と縁を結んでいき、幼い頃からの憧れだった歌舞伎俳優となったのでした。歌舞伎好きな実母の影響で今があるわけですが、中村莟玉さんの実のご両親はどんな方なのか気になります。ご両親の写真画像などはなかったものの、中村莟玉さんの実のご両親は父親母親ともに雑誌や本の編集者なのだそうです。中村莟玉さんの実の父親は中央公論社の婦人公論などの編集長を歴任した鴻海千和さんと長年の友人で、母親とは鴻海千和さんが関わった書籍を文庫化する際にお世話になったこともあるのだといいます。どこの出版社なのかまでは分かりませんが、きっと有名出版社にお勤めなのでしょう。一度も家族から歌舞伎役者になってほしい、歌舞伎をやってほしいと言われたことないんです。ただただ僕の夢を応援してくれましたとご両親に感謝していることがわかります。子供の頃歌舞伎役者に憧れる少年に対して、周囲は歌舞伎役者になることの難しさを語りかけていたそうですが、ご両親は本人の意思を尊重していたようです。中村莟玉さんのご両親は、周囲からは無謀と思えることでも子供の可能性を信じるとても素晴らしいご両親だということが伝わってきました。アイドルやアニメ、スポーツ、今やジャンルを超えて広がっている推し活、大好きなものやことがあるから毎日頑張れるという人は少なくありません。中村莟玉さんも推しているものがあるそうです。自他ともに認めるパンダファンだそうです。僕の推しはパンダ、パンダは僕にとって癒しであり栄養ですとキラキラした瞳で語る中村莟玉さん。2022年に放送された TBS 日立世界不思議発見のパンダ特集でミステリーハンターに抜擢されるなど、中村莟玉さんのパンダ好きはファンの間でも知られています。歌舞伎座の近辺を歩いているよりも上野動物園にいる時の方が見つかっちゃうのだそうです。某通販サイトのキャラクターをきっかけにパンダに興味を持ち始めた高校生の頃、上野動物園でシャンシャンが誕生し、その可愛さにパンダ愛が加速しました。さてパンダ推しの中村莟玉は結婚しているのでしょうか。中村莟玉さんの恋人の噂についてまずは調査してみましたが、女性関連のゴシップ記事は一つもありませんでした。また
結婚もしていないようです。一般家庭からの歌舞伎界への弟子入り組なので、まだまだ注目度が低い中村莟玉さん、今まではマスコミもノーマークだったのかもしれません。マツコ会議に出演したことでイケメン歌舞伎役者として世間に認知されていますので、これから熱愛報道には注意が必要かもしれません。いかがだったでしょうか。今回は中村莟玉さんについて深掘りしてきました。目がパッチリしておりベビーフェイス、中村莟玉さんは歌舞伎界でも珍しい顔立ちと言えます。逆に支障はないのかなと思うくらいのイケメンです。これだけイケメンだと彼女もいそうだと思いましたが、スキャンダルが全くない優等生でした。まだ20代なので結婚はもう少し先かもしれませんが、女性ファンがこれだけ多い中村莟玉さんが結婚したら仕事を休む人が続出しそうです。来るべき日に向けて心の準備だけはしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。